野村康氏明治42年1月24日は、明治時代の日本の政治家、死者名は、和作、聖之助とも。五王を、翌庵、公務案主。神は、聖二位。山口県萩市萩王館公園に、天野聖三郎と並んだ銅像が建っている。藩主時代天保13年、長州藩の下級武士、入江家伝寺の次男として生まれる。兄に、 入江九十一、妹に住子がいる。兄、九十一が入江氏を継承したため、親戚の野村氏を継承した。吉田松陰の松下村塾に入門して、尊能上位に傾倒、老中、真鍋昭勝の暗殺計画が露見して、兄と共に投獄されるが、文久二年には、イギリス公使館の焼き打ちに参加。第二次長州政党でも活躍している。明治維新後、 廃藩地検にあたって、鳥岡親田と共に、西郷隆盛、木戸隆義党政府有力者を終戦し取りまとめるなど、活躍を見せ、その後、区内内、進む、外務大書記となり、岩倉施設団の一員として等、神奈川県御礼及び県令、液定総監、停心時間を歴任し、明治20年に施策に除せられる。明治21年に、数密古文館、 明治24年に中仏講師を歴任した。明治27年には第2次伊藤内閣の内務大臣に就任し、翌28年に東京府を廃止して、東京中国を東京都として独立させて、政府の支配を強化し、他の地域を多摩県として再編成させる東京都政及び多摩県設置法案を提出したが、帝国議会や東京市民の反感を買って、 廃案となり、責任を取って辞任した。しかし二十九年には、第二次、松方内閣の定心大臣に就任している。晩年は、皇室の養育係長を務めた。明治四十二年、踏み近子内親王大愚う里子内親王に具腐して、鎌倉に出張中、脳一血のため六十八歳で死去した。遺言により、世田谷、昌院神社の墓域内に埋葬された。 明治9年、神奈川ゴ霊寺に、三宅島流系を謝面されて、東京に戻っていた沼崎吉五郎の突然の訪問を受け、同州であった吉田松陰から託されたルコン六の抄本を受け取っている。11人の子をなした。ありがとうございます。